国の出身。ネルソンの名門ネルソンカレッジを卒業後、クライストチャーチのカンタベリーカレッジで経済学を専攻する。教員養成校を卒業後、小学校教師となる。その後、教員生活を引退し、ニュージーランド軍へ入隊する。軍学校の助手となり、マレーシア、シンガポールで任務に就く。マラヤ危機器に配備される。 1960年の議会総選挙にニュージーランド労働党より出馬するが落選する。1962年にニュージーランド労働党の議員ジェリー・スキナーの死去に伴い行われた補欠選挙で当選する。1972年の総選挙でノーマン・カークが勝利し、ローリングは財務大臣に就任する。1974年にカークが休止し、 ヒューワットが代理首相を務める。ニュージーランド労働党はローリングを公認党首に選び、第30代ニュージーランド首相に就任する。前任のカークが人気ある首相であったため、ノーマンの人気は今一つであった。1975年の総選挙では、ローリングの人気を起こすためのキャンペーン、シチズンズ・フォー・ローリングを掲げ、エドモンド・ヒラリー。 ジェフリー・パルマーなど著名人を援軍に選挙戦を展開するも、ロバート・マルドゥーン率いるニュージーランド国民党に敗北する。その後も野党党首として活動するも、1982年にデビッド・ロンギに党首を交代し政界から引退する。政界引退後は、中米大使を務め、ニュージーランド国立博物館の設立に参加する。博物館の構想は、 その後ニュージーランド国立博物館でパパとんだれは、として設立された。ありがとうございます。